どうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回に引き続き韓国の武蔵さんとの試合の後半戦になります。この回も引き続きマウンドにはヒロト、そして先頭を三振で抑えます。ツーバッターアウトコースにいいボール決まっています。そうね、あんまり褒めたくはないんだけどね。はい、これサードしっかりと高橋さん取って、ファースト送球アウト、ツーアウト、ポンポンとツーアウトを取っていきます。はい、お次バッター3、2となって、これもったいないですね。ツーアウトからの四球は、あんまり、正直いらないですよね。ただ、最後は三振で、ピンチを作ることはありませんでした。はい、5回の表、ラガーズの攻撃は、2番の翔平からです。これ、めちゃくちゃ高く上がったフライが流されて、ショートの裏へ、ポトンと落とします。高等技術ですね。超高弾道フライ。続く3番の高橋さん、ここで翔平がサードを切る。サードに引っ掛けた打球、これ普通だったらゲッツーコースも、エンドランかけていたのでね、併殺は回避することができました。次の谷中の打席、これ背中、谷中ね、動画では出ないんだけど本当にデッドボールが多いですね。強打者の証って言えばいいんですかね。はい、そして翔平がサード切る、盗塁成功、完璧に盗んで三盗成功、チャンスを広げます。谷中もこの際二塁に行っています。さあ高橋さん、ただこれも高く上がったフライがショートフライとなり、ツーアウトとなってしまいます。さあ続く6番石田さん、左腕にデッドボール、これは痛いですね。さあキャプテン神野さん、ボテボテとしたゴロ、ただこれはファーストアウト、チャンス生かせず無得点となってしまいます。5回もマウンドにはヒロトが上がります。先頭高めの危ないボールですが、柴田さんがナイスチャージ。これちょっとね、あと5球ぐらい低くいってくれればよかったですね。はい、これ2ボールから、ストライクといったところまっすぐ張られてましたね。ちょっと僕も変化球から入ればよかったなと、いや入ればじゃないな、変化球で攻めればよかったなと、ちょっと反省ですけど。で、この打球、1、2塁間転がった打球、ただこれ悪送球となってしまい、これでワンアウトランナー1、2塁のピンチとなってしまいます。はい、そしてこれがインフィールドフライですね。これで2アウトとなります。さあ無失点で切り抜けることができるか。これがライトの前へ打球が行くが、石田さんナイスチャージ、ピンチを脱することができました。この回も無失点。はい、そして6回の表、バッターは8番の良平から、はい、無駄なフルスイングです。しっかりと当てればいいものにね、ランナーいないからってフルスイングして、これは僕らしくないのでコツコツ当てていきます。はい、ヒロトもこれショートゴロ、ちょっとヒロトの調子が上がらないのが心配ですね。自動アウトが2回に続き自動アウトとなってしまいます。そして代打にはムードメーカー滝、これファーストゴロとなってしまいます。ただね、滝が出るだけでチームが盛り上がるので、滝はすごい重要な存在となっています。そして6回のマウンドもヒロトが上がります。ロングイニング、ちょっとね、先頭へのもったいない四球から入ってしまうことになりました。さあ追い込んで、これど真ん中なんですけれども、三振に打ち取ることができました。ちょっと甘くなってきたかな、ボールが。はい、スリーツー、これが、思いっきり普通に外れちゃってますね。ちょっと疲れがやっぱり出てきてるんですかね。地中でフォアボールで、2人ランナーを背負ったところで、これ変化球、このスローカーブ、ドロップカーブ、どっちだろうな、ナックルカーブか、ヒロトはナックルカーブって言ってますね。このカーブは疲れた時には有効かもしれないですね。はい、そして2アウトから、これ打球はショート谷中のところへ、両手でしっかりと掴んで、この回も無失点です。ヒロトもロングイニング投げて、6回まで投げて無失点はいいんですね。先頭は守備から出場の岡崎さん、これがサードの横、三遊間を抜けていきます。はい、これでノーアウトのランナーが出塁となります。続く柴田さんも当たってますよ。これインコースへの変化球が外れてフォアボールで出塁となります。さあノーアウトランナー1、2塁、さあ谷中、これがサードの頭を越えて連投性への長打となります。
さあ、二塁ランナーの川崎さんが、まあもうゆっくり帰ってきますね。はい、さらに点差を広げます。で、打ったランナー谷中も二塁に行き、三塁でチャンス継続となります。はい、続く5番の高橋さん、これもね、うまく高めのボールを叩いて左中間へのヒット、さらに得点を追加します。2者生還でこの試合大量得点となります。さあさあ、どんだけ点を取れるか。6番の石田さん、ね、母校は甲子園も出てますしね、それを見せてほしい。この時に高橋さん、スタート、まあ、盗塁成功ですが、まあ、怪我もあるんでスライディングしましょうね、高橋さん。はい、そしてチャンスになって、これもセンターオーバーになる。石田さん今日大当たりです。ナイスバッティング。打球抜けたのを見て二塁ランナーの高橋さんが、まあ、ゆっくりとホームイン。そして打った石田さんもスリーベース、三塁まで到達、スリーベースになります。ラガーズ今年はね、一本出たら打線がつながるようになってきました。さあ、キャプテン神田さんと言っておきながら、これさあ、キャッチャーフライか、キャッチャーフライとなっております。続くと言っておきながらね。さあ、8番良平、これもまあね、チャンスだから当てなきゃいけないところを思いっきり行って、そして石田さんはなぜホームへ来ているのか、まさかのアウトカウントミスで併殺となってしまいました。打ちすぎで舞い上がってたんかな、石田さん。さあ、その石田さんが最終回のマウンドで、ヒロトは6回シャットアウト、ナイスピッチングです。先頭をまずは三振で切ってワンアウト。はい、お次の打者が、これがサード前方ファールフライ、ツーアウトとなります。いや、ナイスピッチングですね。石田さんはもう大人な投球といった感じです。はい、ラストバッターもサードにフラフラっと上がった打球を高橋さんがしっかりとキャッチ、最初から8球で抑えてゲームセット。武蔵さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。